これ美味しい。福島元気でしやすい場所ができて、もう健やかにお過ごしをしていただきたいと思います。川内に戻ってこれてね、いいと思います。自分の生まれたところだから、戻っても、やっていけるなっていう、その成功例というか、胡蝶蘭の栽培というところに焦点を当てさせていただいて、全力で取り組んでいきたいなというふうに考えています。国が前面に立って、最後の最後まで、復興を成し遂げていく、その手継いで進めていきたいと思っています。